ルセラヒムの生い立ちからデビューまでの軌跡。2022年5月に韓国大手芸能事務所ハイブ参加レーベルのソスミュージックから誕生したルセラヒム。第4世代を代表するガールズグループとして今や大人気の彼女たちについて、生い立ちからデビューまでの軌跡をメンバーごとに紹介したいと思います。1. サクラ。最年長であるサクラさんは1998年3月19日生まれ。グループ内においてはサブボーカルを担当していて最年長メンバーでもあります。さくらさんは鹿児島県鹿児島市出身のアイドルで、本名の宮脇さくらという名前で日本でも幅広く活躍していました。その生い立ちを振り返ってみます。彼女の芸歴はとても長く、その活動は小学生の時まで遡ります。2004年頃、劇団四季のミュージカルにハマった母親の影響で、さくらさんも小学3年生から鹿児島市内のミュージカルスクールに通い始めます。その後子役としてナッツプロダクションに所属し、劇団四季ライオンキングの福岡公演に出演したこともあります。2010年にはニューヨークで開催されているザ・ブロードウェイ・エクスペリエンスに参加。1週間にわたりブロードウェイミュージカルの出演俳優や振付師によるダンス、歌唱、演技指導を受けました。その後2011年7月10日に AKB48 グループの一つである HKT48 の一期生オーディションに合格。ここから彼女のアイドルとしての人生がスタートします。2012年3月4日には一期生から選抜されたメンバーにより HKT48 チーム H が結成され、その正規メンバーの16名に選ばれました。その年に行われた AKB48-27 シングル選抜総選挙では47位でネクストガールズにランクインし、徐々に頭角を現し始めます。この選抜総選挙でのランクインについては、後にさくらさん自身も人生のターニングポイントだったと語っています。2014年には AKB48 グループ大組閣祭りにて AKB48 チーム A との兼任及びチーム K4 の副キャプテン就任が発表され、同年の AKB48-37 シングル選抜総選挙では11位にランクイン。選抜総選挙によるシングル表題曲の選抜メンバー入りは初めてで、移籍メンバーの指原莉乃さんを除く HKT48 メンバーとしても初めての快挙となりました。その後も7位、6位、4位と着実にランクアップを続け、2018年の AKB48-53rd シングル世界選抜総選挙では過去最高の3位を記録するも悔し涙を流す姿がありました。そして時を同じくして韓国のサバイバルオーディション番組プロデュース48へ参加したことで、 K-POP アイドルとして第二の人生を歩み始めることになります。 HKT48 での知名度もあり、番組冒頭のランキングで日韓を通じて1位を獲得。クラス分け評価ではそのスター性を認められ A クラスとなり、番組オリジナル曲ネッコやピックミーではセンターを務めました。常にデビュー圏内の順位をキープしていましたが、その順位に甘んじることなく努力を続ける姿に多くのファンが心を打たれました。デビュー評価では惜しくも1位を逃しましたが、2位という輝かしい成績でグローバルガールズグループアイズワンとして2度目のデビューを飾ることになります。アイズワンとしてデビュー後は数々の音楽番組や音楽受賞式にてタイトルを獲得し、人気 K-POP ガールズグループの仲間入りを果たしますが、アイズワンは期間限定グループのため2021年4月29日に惜しまれながらも活動終了となります。その後アイズワンでの活動に専念するため休業していた HKT48 の活動を再開しますが、5月15日に卒業を発表。6月19日マリンメッセにて宮脇さくら HKT48 卒業コンサートブーケを開催し、 HKT48 を卒業しました。韓国日本の両方でアイドル活動を終了した形となったため、ファンの間ではその後の動向が注目されていましたが、2022年3月にハイブ参加のソスミュージックと専属契約を締結したことが公式発表され、翌年の4月にはルセラヒムのメンバーとして活動することが正式に発表されました。ルセラヒムとして3度目のデビュー、そして24歳というアイドルとしては遅い年齢での再デビューに賛否両論が集まりましたが、今後の活動にも多くの人がさらに注目しています。 2. チェウォン。グループ内ではリーダーとリードボーカルを務めているチェウォンさん、2000年8月1日生まれ、4人家族で2人姉妹の妹です。黒髪ボブスタイルがすっかり定着していますが、可愛らしい歌声とそのルックスで人気を博しています。出身はソウル特別市カンナムクで、生まれながらの都会一個です。彼女もさくらさんと同じくアイズワンとしてデビューした経験があることはとても有名です。そんなチェウォンさんですが、幼い頃から歌に興味があり、小学生の時はポイチョ合唱団という合唱団に所属していました。そして小学6年生の時には2012年 KBS 創作童謡大会へも参加していて、その時の映像はファンの間でも有名になっています。チェウォンさんの歌唱力はこの頃から磨かれてきたものだということがわかりますね。
中学生までは自宅で一人で歌ったり踊ったりしていましたが、高校生になると本格的にアイドルを志すようになります。その後何度かオーディションを受け、ウリムエンターテインメントに合格。練習生としての日々を送っていたところで、サバイバルオーディション番組プロデュース48に出演することになります。最初のクラス分け評価は B クラスで、視聴者投票順位もデビュー圏外のランクが続きましたが、練習生内の投票によるビジュアルセンタートップ11に入るなど徐々に注目を集め始めます。ポジション評価バトルでは少女時代の Into the New World を披露しましたが、その歌唱力の高さとリーダーとしてチームを引っ張っていた姿に投票数が集まり、チーム内順位1位を獲得しました。続くコンセプト評価では、君に届くようにで念願のセンターポジションを獲得。チーム内順位こそ2位でしたが、コンセプト評価全体で個人総合5位という成績を残します。しかし視聴者投票ではなかなかデビュー圏内の順位に入らず、苦しい状況のままデビュー評価を迎えます。緊張と不安の中挑んだ生放送のデビュー評価ステージでしたが、その愛らしいルックスと抜群の歌唱力でファンを魅了し、最終投票数238192票、最終順位10位で見事アイズワンとしてのデビューの座をつかみました。そんなチェウォンさんですが、プロデュース48の放送を通してファンの間では次のようなニックネームで親しまれています。一つ目はチェウォンさん自身も自己 PR などで使っていた天使少女という愛称です。白い肌に可愛らしい歌声、華奢なスタイルという、まさに天使というキーワードがぴったりなチェウォンさんにふさわしいですね。もう一つはサンムというニックネームです。サンムとは韓国語で大根の甘酢漬けのことを指していますが、プロデュース48のコンセプト評価君に届くようにで着用していた衣装が薄い緑色だったため、サンム色だと言われてしまい、そこからサンムというニックネームがつきました。しかしチェウォンさん自身はこれを気に入っており、サンムになりたいとも発信していたため、彼女のルックスも合わさってサンム妖精とも呼ばれています。可愛らしいチェウォンさんならではのエピソードです。アイズワンとして華々しくデビューしたチェウォンさんですが、さくらさんと同じく期間限定グループということで、残念ながら2021年4月に活動を終了します。アイズワンの元メンバーは解散後もその動向が注目されていましたが、翌年の2022年3月、さくらさんと共にハイブ傘下のソスミュージックと専属契約を締結したことが公式発表されました。ルセラヒムとしてデビューしてからはグループのリーダーとして活躍しています。チームの年齢的にはさくらさんの方が年上ですが、韓国の言語と文化に精通しているということを踏まえて、韓国人メンバーであるチェウォンさんにリーダーの座が委ねられました。アイズワンではチェウォンさんより年上のメンバーも多く、グループを引っ張っていくという立場ではありませんでしたが、ルセラヒムでは責任を持ってリーダーの役割をこなしている彼女の姿にさくらさんも驚いたと語っていました。3. ユンジン。グループにおけるメインボーカルを務めるユンジンさんは2001年10月8日生まれです。身長は172センチとメンバー内で一番高く、長い手足に魅惑的なビジュアルが特徴のユンジンさん。その生い立ちは少し珍しく、出生はソウル特別市カンナム区ですが、生後8ヶ月でアメリカニューヨーク州に移り住み、高校生までの間アメリカで過ごします。そのため英語も堪能で、韓国語より英語の方が得意のようです。英語名はジェニファー・ホで、両親と妹、弟の3人兄弟の長女として育ちました。その美しい顔立ちからハーフではないかと言われることが多いですが、両親は韓国人だそうです。音楽に興味を持ったのは10歳の時、友人からシンガーソングライターのテイラー・スウィフトを勧めてもらったことがきっかけで、作曲や作詞に挑戦するようになります。その後 K-POP と出会い、本格的にオーディションを受けに行くようになります。ユンジンさんが音楽に興味を持った背景は他にもあり、アメリカではアジア人であることを理由に差別され、反対に韓国ではアメリカ人だという扱いを受けることが多く、幼い頃から自分のアイデンティティに戸惑いが多かったといいます。どこの国に行っても自分は馴染めないと思うことが多かったユンジンさんですが、そんな時に慰めてくれたり力をくれたのが音楽や K-POP でした。自分のやりたいことが決まってからは、学生時代はミュージカルや映画、音楽など様々な活動に挑戦し始めます。高校1年生の1学期までは声楽をやっていて、2017年の地域大会にはオペラ座の怪人のメゾソプラノドラマティコとして出場し、カルロット役を熱演、主演女優賞にノミネートされるほどの実力を披露しました。こうして演劇部に所属し活動を続けていたユンジンさんでしたが、アメリカの音楽市場でアジア人を目にすることはほとんどなかったため、自分も音楽をやっていけるだろうかと不安になります。しかしアメリカの有名な授賞式であるアメリカンミュージックアワードで BTS が賞を受賞したのを見て、韓国人であることに自信と誇りを持つようになり、ここから K-POP に挑戦することを決意します。
そして2017年8月、ユンジンさんはアメリカで行われたプレディスエンターテインメントのニューヨークグローバルオーディションに合格し、2018年には家族を残して一人で渡韓、練習生としての生活をスタートさせます。そのまま2018年に行われたサバイバルオーディション番組プロデュース48に同じ事務所だった元アフタースクールのガウンと共に出演します。ビジュアルセンタートップ11では3位にランクインし、チェウォンさんと同じチームだったポジション評価バトルではセンターを務めるなど、その実力とルックスで存在感を強めていきましたが、最終順位は26位となり、アイズワンとしてデビューする夢は叶いませんでした。番組終了後もプレディスで練習生としての生活を続け、脱落したガウンと共にキリンズとしてパフォーマンス動画を配信したり、始球式やファッションウィークのイベントに参加したりするなど、ファンの前に姿を見せる活動も行っていました。その後は一度デビューが決まるものの白紙になり、プレディスエンターテインメントから月末審査の結果練習生から除名されてしまい、アメリカに帰国することになります。アイドルではなく普通の学生として生きようと、大学ではビジネスの勉強をする準備をしていましたが、練習生時代にデビューが白紙になった悔しさをずっと拭いきれずにいました。やはり音楽をやりたいというユンジンさんの強い気持ちが届いたのでしょうか。ソスミュージックからデビューのオファーがあり、韓国に戻ることを決意します。そして2021年8月にはソスミュージックに移籍し、アイズワンのメンバーであったさくらさん、チェウォンさんと共にガールズグループのメンバーとして合流することが報道されました。プレディスでの練習生期間も含めると約3年の間を練習生として過ごしていて、これはルスラヒムのメンバーの中でも最長の期間となります。やっとデビューという夢を叶えたユンジンさんですが、その持ち前の歌唱力と才能がファンの間でも話題になっています。2022年8月9日にはデビュー100日目を記念して自作曲 Raise Your Glass を公開、2023年には2曲目となる自作曲アイドルも公開し、1曲目の自作曲と同時に各種音楽サービスにて正式にリリースされました。歌うことだけではなく作詞作曲を通しても自分を表現する術を身につけているユンジンさん、今後の音楽活動も楽しみという声が多いです。4. カズハ。さくらさんと同じく日本人メンバーのカズハさんは2003年8月9日生まれ、グループではラップとメインダンサーを担当しています。大阪府大阪市の出身で、両親と3人家族の一人っ子、本名は中村カズハと言います。そんなカズハさんですが、 K-POP アイドルとしては異例の経歴の持ち主ということで、早速紹介していきたいと思います。カズハさんはその人生の大半をバレエと共に過ごしてきました。母親の勧めで3歳の頃から大阪府高槻市にある橋本幸代バレエスクールに通い始め、クラシックバレエとコンテンポラリーダンスのトレーニングを受けてきました。幼い頃から身体能力が高かったためバレエの成績は良く、2015年から2019年までカズハさんは日本の有名なバレエコンクールで毎年多くの賞を受賞しました。そしてそのほとんどの大会で1位を獲得しています。その後もロシアのボリショイバレエアカデミーとイギリスのロイヤルバレエスクールで短期トレーニングを受け、2018年と2019年にフィンランド、アイルランド、ポーランドを含むヨーロッパの様々な地域でバレエを上演しました。2020年の高校2年生からはオランダのネザーランドにあるオランダ国立バレエアカデミーにバレエ留学し、今後もバレリーナとしての人生を歩んでいくものだと思われていました。そんな中、カズハさんは偶然にも K-POP と出会います。ブラックピンクのミュージックビデオを見て衝撃を受けた彼女は、大阪で行われたブラックピンクのコンサートに足を運び、 K-POP の魅力に圧倒されました。バレエとはまた違った世界に魅了されたカズハさんは、2021年のオランダ留学中に HYBE ソスミュージックのオンラインオーディションに応募します。 BTS のダイナマイトの振り付け動画とバレエ動画を送ったところ、なんと合格。学校ではバレエ団のオーディション準備を進めていたため、カズハさんはとても悩みましたが、バレエだけをやってきた自分に対して悩みを抱え始めていたこともあり、 K-POP アイドルとして新たな道を歩むことを決心します。渡韓するまでの約2ヶ月間は Zoom でオンライン韓国語レッスンを受けました。そしてオランダに来た HYBE ソスミュージックのボーカルとダンスのトレーナーからデビュー曲の振り付け、歌、ラップも教わりました。2022年には初めて韓国へ入国し、他のメンバーとも合流。同年4月にはルスラヒムのメンバーとして正式に公開され、5月にはデビューという非常に短い期間で準備を行ったことがわかります。しかしデビューしてからは韓国語こそうまく聞き取りができないこともありますが、パフォーマンスにおいてはバレエと K-POP の融合という唯一無二の世界観を表現していて、多くのファンを魅了しています。またカズハさんはそのルックスにも注目されていて、韓国で国民の初恋と呼ばれている女優のペ・スジさんに顔立ちや雰囲気が似ていると言われています。このようなルックスは韓国人に好まれるため、特に韓国での人気が非常に高いです。華やかで清楚な顔立ちが特徴的ですが、同時にスポーティーなイメージも持っていて、11時腹筋の持ち主でもあります。
元バレリーナであるカズハさんの筋トレメニューはメンバーからも絶賛されています。最近では韓国コスメブランドエチュードの新ミューズにも抜擢されていて、その人気の高さが伺えます。今後のさらなる活躍が期待されています。5. ウンチェ。ウンチェさんはグループ内でサブボーカル、リードダンサーを担当しています。2006年11月10日生まれ、ソウル特別市出身でルスラヒムの最年少メンバーです。小さい頃は少しもじっとしていられないほどのおてんば娘だったと言われていて、運動や走り回ったりすることが大好きだったので、よく男の子とサッカーをしたりしていたそうです。学生時代の友達によると、ウンチェさんは活発な性格で周りの人たちのお世話をし、友人とも良好な人間関係を築いていたとのことです。小学校では生徒会長をしながら放送部に所属し、中学校では生徒会やスポーツ部でも活躍しました。そんな中、友達と一緒にダンスや歌の練習をするうちに自然とアイドルに興味を持つようになり、この頃からダンススクールに通いたいと思い始めます。そして2019年2月からデフダンススクールに通い始め、2020年には JYP エンターテインメントやプレディスエンターテインメントの一次審査に合格します。最終的には2021年1月に現在の所属事務所であるソスミュージックに合格し、練習生の座を獲得します。練習生時代はあまりの大変さに静かで内向的な性格に変わってしまいますが、デビューという夢のために厳しい練習にも耐え続けました。そうして翌年の2022年、メンバーの中では最後にルセラヒムに合流し、やっとの思いでデビューを迎えました。デビューしてからは韓国語で末っ子を意味するマンネプラスウンチェでマンチェという愛称で親しまれています。ウンチェさんの元々の性格も相まって、まさに愛され末っ子キャラというポジションでメンバーやファンからも可愛がられています。今回はルセラヒムの生い立ちからデビューまでの軌跡を紹介しました。今後も K-POP アイドルに関する動画を上げていきますので、高評価コメントよろしくお願いします。